はい、どうもこんばんちは、ウエスタン木村です。今日はですね、タワーバトルディオブランド編究極、こちらのフロア5ですね、攻略していきたいと思います。パーティーとステータスはね、ご覧の通りです。でアビリティ見ていきましょう。まずはリーダー、青ディオですね。魂、決死で命の代償ですね。そして養分です。続いて、ジョセフですね。若ジョセフですね。ハンマージョセフ、カバウをつけてます。カバウ要員です。そして、リサリサ先生ですね。アジナマネ HP アップ、カバウをつけてます。これもカバウ要員です。そしてスタンバイにはハヤトですね。これもカバウをつけてます。やっぱりカバウ要員です。リンクスキルはシーザーをつけておきます。そしてフレンドはキラですね。キラを連れていきます。では参ります。もうアオディオだけで進む感じですね。さあ行きましょうか。両分です。そして、まあ、そこまでね出てないですね、私の養分では。はい、行きましょう。ザ・ワールドですね。結構削れますね、やっぱ強い。はい、はい、続いて行きましょう。場所的にはジジイですかね。まあ、ただ弾も面倒なので弾を先に処理しておきましょうかね。はい、シーザーワールドですね。さあ処理できたかな。うん、親父も処理できました。はい、そして1ラウンドクリア。続いて2ラウンドですね。第2ラウンドカエルちゃんが出てきますが、ここめんどくさいんですけど養分でさよなら。そして第3ラウンドですね。第3ラウンド、ここは気をつけるべきは、ジョータロですね。ジョータロに気をつけましょう。なので先にジョータロを先に倒します。で、ジョータロを倒すと、もうですね、アブドゥルが来てくれております。もう縦勘でいいですね。この場所が良かったですね。場所が良かった、本当に縦勘で倒していきましょう。さあ、もうこれぐらいでいいですかね。究極スリーパスオーバードライブ、はい、倒しました。さあ続いてもどんどん倒していきましょう。オーマイガーですね。まあ死因が発生 しないのでね、どこもないです。さあそして、そう、ジョースケを倒しておきます。もうあとは横勘でいいかなっていう感じですね。でここまでいったらもう、あ、横勘成功してないですね。失礼しました。さあそして第4ラウンドです。第4ラウンド、ここもね、10分の1がね、ありますんで、まずは置くやつを倒しておきたいです。置くやつを倒したい。まあ時止め中だとね関係ないんですけどね、まあいいでしょう。でこれで倒していきましょう。かなりね削れますね。やは
い、お勤めは強い。そしてもうカバオ用意のところにね、これはいいです。全部変わってくれました。さあ続いては、ですね、大気ライダーで変わってくれております。ドハンをね、倒しておきましょう。エリアスキルがあるのでドハンは倒しておきましょう。まずはエリアスキルをなくすためにロハンです。ロハンを倒しておきましょう。ロハン倒しきってないですね。ちょっとどうなのかな。まあこれで縦貫で少しは大丈夫だと思ったんですけど、ちょっとこれだと倒しにくいですね。仕方がありません。ロハンのところで倒しました。では、今度はジョウスケを改めて倒しに行きましょう。やっぱり桁が違うとどうにもならんですね。はい、ジョウスケ倒しましたね。ザ・ワールドです。はい、倒せましたね。はい、無事クリアしました。ありがとうございます。まあカバウでなんとかなりますね。最後までね、動画をご覧になっていただき誠にありがとうございます。またね、どっかの動画でお会いいたしましょう。ではラストボタン。